はい。え、それでは、脳重症レースと副勝生活ですね。本ちゃん行きます。はい。それでは、早速行きましょう。レッツェ行はい。えー、それでは、出走表行きまっせうはい。えー、っと、今週からローカル競馬始まって、えー、福島と、えー、まあえー、前、先週、先々週が続いている函館ですけど、えー、っとねー、 えー、悩んだんですけど、まあ、えー、福島ラジオ2継賞で、まあまあ、印打として、えー、今週も引き続きですね、えー、中京でいきます。で、えー、早速、ノン重賞レースなんですけど、えー、こちらでいきます。えー、と、副賞生活候補等々で、えー、紹介してました、えー、白川ゴーステークス。 えこちらがちょっと復勝1等に絞りづらい、えーまあ、逆に他にも該当馬が該当馬っていうか、えー、勝負できそうな馬がいましたんではい、えー、こちらおのんじゅ賞レースおにしますはいほいでほいでですね、えー、本命がフォースライン、えー、これが一応、えー、暫定の復唱生活の候補馬やったんで候補馬かはい、えー、こちら本命でいきます はい。えー、ホースラインは、えー、左回りのダートですね。えー、東京2100も中京選手とリンクしやすいってことで。左回りで3312。はい。えー、東京2100、えー、新潟1101。中京もね、買ってませんけど相性がいいってことで。左回りが非常にうまいまで。はい。前走1.9倍。断然人気でダミアン・レーンさんで圧勝しております。で、 ね今回安城が福永祐一さんってことで、まあ、中京なら福永祐一さんオッケーやなと思ったんと、で、えー、っと、えー、っと、まあ、えー、前走の圧勝具合からですね、はい、まあ、今回も、えー、しっかり中腰開けてますんで、まあ、東京はここ無理せんと次中京ってことで、まず左回りの舞台で、やっぱりこの中距離か。 適正照準絞ってるのは非常に賢いことなんで男女が福永さん取れましたおこれラッキーですねってことで勝負しましょううんこれはまあ無難に勝負しましょう3番人期ですけど明日多分もうちょっと人期出るかなと思ってますはいえ対、ー、抗無難にウェルカルムゴールド押さえときましょうはいえー、ゴールダリュールにお母さんがエマチカネチコを寄れってことで、えー、お父さん違いますけど佐藤のティターンの、えー、弟ってことですね はい。えー、こちらはまあまあ、こちらが一番人気かなと思ったんですけどね。はい。えー、前走前前走えー、あっさり勝ってます。で、えー、手術後の二走だったんですかね。はい。えー、現在2連勝中で、前奏だ二2着前に並馬しなんでね。あー、2走前ね。で、前走が1頭3分もの差探シま勝ょと。はい。 えー、喉痛みの手術、効果が出たようで、えー、ま田、あ、崎さん、ルメちゃんとも買ってます。えー、今回、示はカードさんですけど、問題はないでしょうと思います。まあ、このままが一番、個人的に強いんちゃおうかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。うん。うん。強いのはいいんかな。まぁ、あ、今年絶好調のカードさんなんでね。 はい。まあ、いけるでしょう。今年。まだ調子いいんですかいいですね。77勝リーディングでしょうか勝率26.4%、三 26. 着率56.8%。すげえな。今年の母さんちょっともう頭、頭上がれへん、これ。はい。で、えー、黒三角に、えー、元々の注目したのはパキュードハート入れてます。えー、5、4番人気ですって。 はい、えっ、ー、とですね、前奏、前前奏勝視点で、カジノドライブ3区ってことでね、ダートが不良、えー、主なら、えー、カジノドライブ3区がいいよーって言ってて、<laughs> はい、人気出てますね、すいません、えー、主不良で成績が上がっていくカジノドライブ3区ですね。んー、人気出たな、これ、おない。はい、えっ、ー、と、前奏、前奏の前に、中京の得意舞台ならってことで、はい。 えー、書いてますね「中京は未勝利戦で6場所の圧勝と」とちなみに左回りトータルどうですかってことで見てみると、えー、左回りは1000ロてもらい一回しかしてませんすいません中京だけですありがとうございました、まあ、カジュアルライブさんクらしくも、えー、主で活躍できると思ってるんで頑張ってくださいはいここまでは特にそんなに、えー、人気もばっかりなんでそんなに熱かったことないと思ってますはい で、あと、えぇ、ー、おさえ候補。今回ちょっとね、いつも6等で印を打つんですけど、すいません。今回ちょっと印8等でいきます。ごめんなさい。えぇ、ー、三連服ボックス、三連単ボックスか三連服か。ボックスのちょっと配当を減らして8等でいきます。えぇ、ー、副賞の本命は、えぇ、ー、資金ほとんど変わりありませんので。はい。 あと、おさえに、メイプルブラザーですね。で、ちょっと気になったんが、さっきね、ちょっと前までね、まあ、発売当初といも、メイプルブラザーの単色賞がね、一番人気って、ごっつれてました。えー、今までの成績からいくと、明らかに上手。で、誰が入れたか知りませんけど、メイプルブラザーにボーンって入っとったんで、まあ、条件制やし、時間帯見ては知れてると思うんですけど、 ちょっと気になるんで、一応印を打っておきました。えー、さっきまでほんまに一年前にギャラ掃ってたんでね、ちょっと、うんと思ったんで、なんかあるんかなと思って今回ね。はい、まず異常図で、メイプルバラザ。えー、ドラゴンカップが休み明けのデムちゃんで、デムちゃんがね、えー、重症じゃないんで、試運転かなって一見思ったんですけど、えー、わざわざ5ヶ月明けてね、しっかり休み明けて、デムちゃん乗ってくる、試運転な気はするんですけど、もしかしたら5ヶ月負けたら本気かなと思って、ちょっと今回を一応押されておきます。怖いですね。うん。 後のデ無茶なんでそのね軽視してもいいかなと思ったんですけどまあ、最強外場を避ておきましょう。 はい。あとはデザートスネークですね。こちらもさっきまで逃げ出ました。てか、このままもっと人気出ると思ってますわ。えー、前走1番人気惨敗ですしね。はい。えー、ベタですね。えー、それまで2、3番人気集めて、しっかり2、3着取ってますんで。で、ただ、左回り、右回りどうなのっていうことなんですけど、えー、1008右回りがベストなんですよね。左回り悪くないんですけど、ま、右回りがベストでしょう。ってことで。はい。なんて言っても、中山、京都、福島が、ね、特に中山、福島ですね。ここのリンク節、だーっとといでもリンク節、ここがめちゃくちゃ強いんで、ね。 はい。まあまあ、抑えまでかな。ただ、男女が、サッチーさんこれは怖い。うわぁ、サッチったかーと思って、これ、サッチった時怖いからな、これ。こういう馬がね、来るんやね、これね。人気ない時に来るんやね、これね。前走一番人気で、今回この人気なら非常に美味しいでしょうってことで買ってきました。はい。あと、今、一番人気になってますけど、名称は私ですね。これは一番人気言いすぎやな。これは言いすぎや。はい。えー、逃げたら、え持ち味出るってことで最近評価されてます。はい。 で、えぇ、ー、宗に関しては、走ってますカナダはい、0211なんで悪くないです。花奪えさえすればありかもしれないですね。はい。ただまあ、不良バで活躍できるかっていうと、ちょっと運なんで、どっちかというと、良方で活躍してるもんでね。まあ、そこはどうかなってとこあります。えー、前奏の惨敗は人間で惨敗なんで、まあ、はどかしてでしょう。むしろ今回美味しいかなと思ってるんですけど、一番人気はちょっと意味わかりませんはい。ちょっとね、まだオズ発売したてなんで、ゴロゴロ図変わって、 はい。まあ、えー、ようわかりませんけど、明日どうなるかしりませんけど、まあ、少なくとも私が言えるのが、ウェルカムゴールドと、えー、ホースライン、メイプルバメイプルアザー、ホースラインメイプルバあ、メイプルアザー、いか、メー、ホースラインとメイルカムゴールドー、ホー人気がで,でしょうとところですかね。名刺、私はもうちょっと人気落ちるかな。はい。でですね、ここ、えー、1頭、特注場、打っておきます。はい、えー、特注場ですけど、えー、今回は、えー、この前ですね、ちょっと人気出てもうたね、 はい。何アップルートでいきます。え、さっきまでね、10番人気ぐらいやって、えっと思ったんですけど、やっぱ人気出ますか。やっぱ人気出るか。まあ出るやろな。まあ出ますか。はい。え、全3番人気8着で惨敗。え、2層前、3番人気3着。で、え、3層前ね、同じ中距離打倒線8で5着に破れてます。で、え、金層を見たら、え、そんなに今パッとしてない馬なんですけど、え、よくよく見たら、このまトータルしてみると、なんとですね、 はい。なんと、中京で3勝してるんですね。なかなかないよね。中京のダート1 0 0九で3勝意味が分かれへん。はい。えー、今年の1000万条件。コマビ賞相手にね、まず長くの中京千九で勝ってます。はい。んで、えー、ここですね。えー、同じく、えー、こう、えー、何て言うっけ、高級前のか。アスターゴールド相手にコンマ4の圧勝で、中京ダート1 0 0で圧勝。 はいであと一回はっていうと未勝利戦も圧勝なんでえ19四をだあとはれば強いなこいつと思ってうん前走人気で惨敗だしすし、えー、多分今回そんなにま出ると言ってもまあ5番人気もうちょっと2桁落ちでもいいと思ってるんですけどね人気56番人気かなはい、えー、非常に面白いと思ってますハマったらまあ強いんでしょうね うんどうでしょう,うまあ中だい大体あれか後ろから中段から押し上げていくけばなんですねうん最近不安定、えー、まあ不安定というか着順が不安定なだけにねえー、まあ人気で出なかったら美味しいかなとさあ安寿は学んでるんでねどうかなと思ってるんですけど学んでる方か学んでる方か学んでる方相変わらず勝率と三着のやつほとんど一緒やんねこれすごいなこれこれはすごいよ学んでる方って中京でいいんですかあんまり見たことないぞ まあまあって感じやそんなに投資者出てないんです,すいません。<laughs> はい。学んでください。まあ今回ちょっと、まあとりあえずフォーストラインの副賞来たらいいかなと思っます。4万4千円突っ込むんで、えー、どこやったっけフォースライン。あれさっきまで一番人気りやったんですけど、多分フォーストラインね、もっと逃げると思うますはかっこいね、まあ。まだお図分からないんで。はい。こんもんですか。はい。ということで、えー、白川ゴーステークスは合計8等でいきます。はい。続きまして、浴槽生活候補いきましょう。 あすみません。屋、は、上、い、生活ですね。すみません。候補じゃないですね。えっ、ー、とね、白鹿号ステークス行ってもったどこ行こうと思って、注目を向いてたんですね。はい、えー。注目を見てみようと思って、えー、っとね、見とってね。まあラインベックのこの POG 締めば、ラインベックもし、まあ、注目なんですけど。はい。今回ちょっと、おっと思ったのが、中距離10レースですね。はい。前まで、チャリアーダじゃなくて、こっちですね。チャレアーダの中内田さん、中井さんも面白いんやけど、このなか,なかコンビ。これも面白いんやけど、こっちじゃなくて、こっちですね。 はい、えー、スイーズドリームですね。これ絶対人気出ますんで。えー、ミッキー・ブリアンドものんか。すごい。ミッキー・ブリアンドるんか。わっちょー、ミッキー・ブリアンて相手か。まあミッキー・ブリアンてか。くそ。イランの見てもた。イランの見てもた。ミッキーブ・ <laughs> キーブリアンテ。まあ、断然の1.1倍あるのこれ。マジか。はい、えー、スイードリームズ。で、これ多分2万人気くらいのかなスイーズドリームスか。はい、前奏覚えてますか除外です。ありがとうございました。 <laughs> センスあれは勝手に勝負ですよ。な、本命打ったらね、除外って言われてな、ね、い。すみません。北条丸々帰ってきて、これ怒った、これ。これは怒った。キラビューって言うと。確か何やったっけな何除外やったっけあ、薬薬やったっけドーピング、ドーピングじゃないったっけ薬あの、あれですね。薬物の時だったこれ。ちゃうちゃうちゃう薬物薬物の時だったっけいや、そうやね。ちゃうかったっけ薬物の時ちゃうあれかったっけ。あれ薬物んなさいなんん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 ん で、まあ、それまではね、東京専用で強いよってとって、まあ、今回、中京ダートの、えー、ダートしたら芝の専用か。うん。はい、えー、十分でしょう。左回り1224で、これ前と東京説も一緒なんですけど、まあ、中京。で、今回、外枠来ました。えー、バばはね、別にちょっと苦しくて問題は今なんで、あとね、うん、えー、まあ、ババはね、 うち、えー、が荒れやすいやっぱローカル競馬なんでまあそうなってくるとやっぱり外ですね外出しが決まるかなと思ってちょうどお外18番入ったんで、ね、いや大場の中京ならありかなと思ってます開幕週というどもちょっと怖いんでねうちはねはい外を素直に買っておきますはいここは無難に行きますこれ多分2番に行きますあした2番人気1番やろうと思いますわミッキーブリアンテの次ぐらい言いすぎ言いすぎたいやムッキーブリアンテとの次ぐらい、えー、ミッキーブリアンテの次ぐらい何回もやとこうはいこのま,ましておきましょうはいということでちょっと特別でいきますはいということで開目の方に戻りましょう はい。白川合ステークスですけど、ちょっとね、今回トースを増やしてもらったので、いつも六トでやってるんですけど、今回ちょっと八トに増やさせてもらって、ただスタイルはほとんど変えてません。えー、副賞を4万四千円と3600ボックス、ちょっと割引ですけど、1000円のおす56点で勝負します。はい、えー。まあまあ、頑張ってください。 はい、えー復調生活ですけどこちらも中継できますチタ特別簡単ですねはいスイーズドリームスさん前奏のリベンジということで場外になったんで今回頑張ってくださいオモババの外枠なんでまあ有利かなと思ってるんで頑張ってくださいはいそれではえー、以上で本町終わります明日の重賞でまたお会いしましょうご清聴ありがとうございました